幼稚園の秋のバザーに合わせて子供服とかを手作りしてた。一応専門職。その中の一着、ファミリア風に作った女児ワンピを糸を伸ばすために水でさらしてベランダに干してたんだけど、見事に取られてた。ベランダに侵入されてるし、着替え額自体は大したものでもないけど、何しろ余り布をメートル100円とかで買ったものだから念のため通報しといた。で、後日幼稚園に行ったら、息子とは学年違いの A 子がそのワンピを着てるのを目撃。思わず A ママに、あれ、私が作ったワンピに似てるねと話しかけたら、あれはファミリアで買ったのよ、なんなのよとキレられた。いやいや、ファミリアのロゴ入ってませんから、代わりにピンクの熊の刺繍がついてますから。さりげなくベランダに侵入されたことがあって通報済みなんだけどと話をしたら、 A ママが青くなった。通報までされないとでも思ってたのか。そうこうしてるうちに、息子 A 子より1学年上が A 子のワンピースを見て、それ僕のママが作ったやつでしょ、ママのお洋服にはクマさんがいるんだよ、人のものを取っちゃいけないって先生言ってたよ、エイコちゃん泥棒なの、僕のお家からそれ取って行ったの、ママが頑張って作ってたんだよ、大事なんだよと淡々とエイコを諭し始めた。しばらくは息子を無視してたエイコもそのうちメソメソ泣き出して、エイコ、可愛いお洋服が欲しかったの、ママにあれ可愛いねって言ったら外にあるからもらっていいのよって言ったのとか言い出した。 A ママ真っ青。周りの母親たちは一斉に A ママに白い目。気を回した別のママが園長先生呼んできてくれて、 A 子親子と私たち親子は幼稚園の中へ。 A ママはテンパっちゃって逆ギレして、フジコル、 A 子大泣き。園長先生は、たとえ歯切れで作った服でも人様のお家に侵入して取ってくるなんて言語道断、しかも子供の目の前でなんてありえないということで A パパにも連絡。そこから A ママの窃盗歴が明らかになり、呆れたことに A 子の身の回りのものほとんどが万引きで手に入れたものだったらしい。 A ママは返品、 A 子はしばらくしたら別の幼稚園に移っていった。今はどうしてるか知らないけど、あのワンピースはどうなったんだろうなぁと思う。エイコが幸せでいてくれるといい。